はい、皆さん、南国のバリ島からこんにちは。ドイバリーカーチャートのドイちゃんですが、今日はですね、ドイちゃんとエリちゃん。はい、エリです。エリですね。おはようございます。今日はですね、皆さんに、デンパサールの街を見せたいので、デンパサールはどんな感じの街っていうかの情報なので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それとですね、チャンネル登録とグッドボタンを忘れなく押してください。で、早速ですが、ちょっとあのデンパサールエリアの方にちょっとうろうろしましょう。それではスタート。はいはい、皆さん、ここがですね、イマンボンヨル通りっていう、まあ、デンパサールの方にあるんですけど、この左の方ですね、トランスタジオモールなんですね。新しくできた、デパートですね。まあこんな感じですが、まあ最近多分デパートはですね、遊びに行ってる人が少ないだと思いますが、まあバリ島はですね、まあロックダウンっていうことでもあるんですけども、まあでも、まあ、昼間は普通にお出かけはできるんですけど、夜だったらまあ夜間があって、だいたい8時までっていうことなんですね。まあこのエリアはですね、まあローカル的なまあお店がいっぱいあるんですけど、まあちなみに観光地ではないんですね。なかなか観光客にはあんまり行かない場所っていうことで、ほとんどローカルの人が遊びに行く場所なんですね。で、ここが、なんていうかな、イマンボンヨル通りですね。まあ、まっすぐ行くと、デンパサールの中心ですが、まあ、これから、デンパサールの方にちょっとうろうろしましょうね。はいはい、デンパサールはですね、こんな感じでございます。まあ、ここがまだまだ、イマンボンヨル通りですが、まあ相変わらずですね、やっぱバイク乗ってる人々が多いんですね。まあ、ちなみにですね、バリ島はあんま、まあ、電車がないので、ほとんどお出かけしてる時は、まあバイクですね、まあ大体一人は1台ぐらいバイクは絶対に持ってるんですよ。まあこんな感じですね。まあローカル雰囲気なので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まあこんな感じですね。これがデンパサールなんですね。皆さん、ここがですね、テウクウマル通りっていう、道ですね。ここも結構にぎやかな場所で、どっちかっていうと電気製品と携帯のお店が多いんですよ。まあテウクウマル通りは結構ね、まあにまあ、東京の秋葉原って感じかな。はいはい、ですね、デンパサールの方もですね、まあホテルとかもあるんですよ。まあシティホテルみたいな感じなんですけど、こんな感じのイビスタイルホテル、ほとんどシティホテルなんですけどね、まあ、5つ星のホテルがないんですけど、まあ、ちなみに観光地ではないのですが、まあ、デンパサールはバリ島の首都ですね。まあよく、まあ、空港はよくデンパサール空港って言われるんですけども、でも場所的にはデンパサールではないんですね。まあ、空港はどっちかっていうとクタと、まあ、ジンバランの間にあるトゥバンっていうところなんですけどね。まあデンパサールの中心はこの辺ですね。ここがテウクウマル通りって言われるんですけど、まあ、ここがシンパンウナムって言われるんですけど、はい、こんな感じですね。まあやっぱり相変わらず車とバイクがですね、結構いっぱいあるんですよ。
まあ、電波猿は結構渋滞するとこなのですが、まあこんな感じですね、電波猿の雰囲気って。でこの辺ですね、あの右ら辺は、日本食レストランがあって、まあ、丸亀うどんがあるんですよ、あの真ん前のところ。多分、まあ、やってるか分かんないんですけどね、今。で、このエリアはですね、テウクマル通り。まあ、どっちかっていうと、あの、携帯ショップ、携帯屋さんがいっぱい並んでるところですね。こんな感じですが、まあ、ほとんど左も右側も、ほとんどお店、なんていうかな、あの携帯屋さんですね。まあ、大体バリの方々は携帯買うときにほとんどここら辺に来てるんですよ、買いに来るんですね。まあどっちかというと日本の秋葉原、まあ東京の秋葉原って感じのかな、まあ、こんな感じでございます。やかって感じですね。まあ、でもバリ人はですね、あまりあの歩かないタイプなので、やっぱそういう歩道で、歩く人がいないかと思いますが、まあ、ほとんどですね、あのバイク乗るんですよ、バイクか車ですね。自転車とかもあんまり乗らないので、なぜかというと、まあ、バリ島は結構暑いんですね。まあ、こんな昼間に自転車か歩くんだったら結構汗でびちょびちょになっちゃうだと思いますが、まあ、結構暑いんですよ。だからバイクの方がね、まあ楽って感じで、それですね、バイクの方が気持ちいいって感じなんですね。まあ、風に当たるのがですね。ここもですね、プラネットジェットジェット、まあ結構人気なあの携帯ショップですね。でこの右の方はですね、ここもちなみにあのデパートなんですね。レフォー21っていうところなんですよ。まあ、電波サルの雰囲気はこんな感じでございます。はい、ではこのエリアはですね、ディポネゴロっていう道ですね。ディポネゴロもこのエリアはですね、あのラマヤーナっていうところがあって、結構それも人気なんですよ。まあ、ラマヤーナはデパートですね。それとリモはほとんど、まあ、パソコンと、コンピューター、まあ、PC のお店が人気って感じなんですね。こんな感じでございます。まあ電波サルの方に遊びに行ったことがない方はですね、まあこんな雰囲気です。でここがですね、リモっていう LTC。 ここはやっぱその、パソコンが人気なお店で、ここがラマヤナですね、日本の頃のラマヤナ、まあ、デパートですね。まあ、この道はですね、一方通行になるので、まあ、結構電波サルの道は一方通行、まあ、いつの道が多いんですね。まあ、なかなかあの観光客はですね、ここまで来るのは、まあいるじゃいるんですけど少ないだと思いますが、まあほとんどあのまあウブド観光とか金玉日本、タナロットとかウルワツはちょっと違う方向になるので、で電波サルに行く、まあ通ることがですね、なかなかあまりないかと思います。まあ僕たちもですね、お客さんを案内する時にはほとんど、まあ、この道まで、まあ、電波サルまではあんまり行かないんですけど、ほぼ北の方かな、まあ、ウブドって感じなんですけどね。ここバイク屋さんですね、ヤマハです。
リアはですね、プクタンバドゥンって言われる、まあ、広場ですね。プクタンバドゥンはですね、前回にも動画に載せたことがあるんですけど、ここが、まあ、どっちかというと公園かな、まあ、公園と広場があって、まあ、よくデンパサールに住んでる方々は、ここの広場、この右側の方ですね、夕方になると、まあ、どっちかというと運動する場所になる、それと家族と遊びに来て、まあ、子供たちを連れて、まあ、まあ、ジョギングとかをやってる場所なんですね。まあ、ここは自衛隊のオフィスなんです。で、ここがチャトゥルムカって言われる場所ですね。デンパサールの中心ですね。これです。デンパサールの中心ですね。で、この右の方は、ププタンバドゥンと言われる公園ですが、まあ、よく若者たち、まあ、デンパサールの若者たちはデートスポットになるんですね。それと、まあ、運動するスポットですね。で、ここがジャガナタお寺があって、右の方ですね。よくデンパサールの方々がこのお寺に、まあ、お祈りしに来る方が多いんですね。ここのエリアはですね、クレネンっていうところなんですけど、夜になったら、まあ、有名なクレネン市場、まあ、ナイトマーケットがあるんですよ。まあ、昼間は普通に朝市なんですけど、夜になったらちょっと違う雰囲気になっちゃって、まあバリ島のナイトマーケットですね。この左側にあるんですけど、まあ、この時間は普通のお店なんですけど、まあ、やってないんですよね。ここら辺に、その、これ、ここです。この左、この前の方ですね。あの上の方に書いてありますが、クレネン、パサルクレネンですね。クレネン市場です。まあ、ナイトマーケットですね。まあ、この時間はやってないんですけど、はい。で、ここのエリアにもですね、結構大学とかもあるんですね。まあ、日本語大学みたいな、まあ、サラスワティ大学、まあ、日本語を勉強する場所の大学があるんですけど、まあ、ローカル的な動画なので、ぜひ、見てくれて、見て最後まで見てくれたら嬉しいです。まあ、皆さん、チャンネル登録とグッドボタンを忘れなく押してくださいね。まあ、デンパサールはこんな感じの情報なのですが、この右の方はですね、サラスワティ大学っていう、まあ、結構人気な大学ですね。これサラスワティ、はい、ですね、エディもすごい頑張って今真面目に運転してるんですけど、で、ここのエリアはですね、スプラットマン通りって言われる道で、ここがバリ島の警察署があるんですね。ポルダーバリって言われる場所で、この左側はですね、バリ島で一番でっかい警察署です。こうですね、この左と右の方、まあ、あそこにポリスって書いてありますが、ここなんです。バリ島の、一番でかい警察署ですね。この左も右もです。こちらの方はポルダーって言われる場所ですね。エディ、はい
調子はどうですか？調子がいいです。いいですね、調子いいですね、まあ、そんな感じですね皆さん、うちのスタッフのガイド、エリちゃんも調子がいいって感じです。はい、皆さんということでですね、今日の情報はデンパサルの、情報でした。まあデンパサルはそんな感じ。まあデンパサルにですね、来たことがない方はまあどっちかというとローカルな感じ気がするんですね。ではいろんな情報載せるのでぜひ、チャンネル登録とグッドボタンを忘れなく押してください。で今の情報はデンパサルからお届けしておりました。はい、ドイちゃんでした。エリちゃんですね。はい、ではまた次の動画にも楽しみにしてみてください。ではドイちゃんです。